デンマークに関して正直まだ、分析も何もしてません。ただ韓国とのあ違う韓国との試合まだ見てない。チリとの、フレンドリーマッチは見ました。ベントナーという強力なセントフォードを中心として、組織的にブロックを作った守備、そこから、ベントナー中心に、ゴール前にクロスを入れてくるような攻撃、これがメインかなと今のところは思ってます。まあ、それに対して我々がどうするかというのはもちろん秘密です。どうもありがとうございました。素晴らしい。僕が言うより